はい、今回は前回作った輪郭小鉢ですね。輪郭小鉢の高台削りをやっていこうと思います。高台を削るまず台ですね、シッタを作っています。輪郭小鉢の動画は前回アップロードしてますので、またリンクを右上と概要欄に貼っておきますので、そちらからご覧ください。シッタ、いわゆる削り台ですね、は普通はですね単独に作るんですけど、今回はろくろに昨日引いた粘土ですね、そのままくっついていたので、それを再利用します。本来はちゃんと毎日片付けてください。シッタは削るものの内側をよく見て、それに合うようにしっかり作ってくださいね。またシッタの話も違う動画でしようかなと思ってますので、今回は削りの方を中心に見ていきましょう。まずは作品を裏返しにして、はい、ちゃんと真ん中に中心に乗せますね。これも芯出しですね。はい、ちゃんと真ん中に乗りましたかね。そしたら少し押さえつけます。はい、では削っていきます。ろくろで製作した時にしっかり漆筆でギリギリ、底ギリギリで切ってあるので、まずは漆筆の跡がなくなるぐらい薄く底を平らにします。こんな感じですね。もうかなり底薄いですからね。はい、平らにしっかりしておきます。この時もうずっとなんですけども、左手の親指で作品を少し押さえつけるような形ですね。はい、じゃあ次に高台の大きさの目安の線をつけます。この時もしっかり左手の親指で作品を軽く押さえつけてます。これをしないと作品がずれたりしてしまいますので、しかし押さえすぎるとへこんでしまいますので、適度な力で押さえてくださいね。はい、高台を作っています。小さいものを削る場合はまず高台の大きさをしっかり決めてから側面を削った方が楽だと思います。やはりろくろで作った時にですね、底の大きさがしっかり毎回同じにしておけば何も考えないでもしっかり薄く削れますね。次に側面を削っていきます。余談ですが、削りの時によくヘラですね、かきべらといいんですかね、あの丸くなってるやつですけど、あれを使う方が多いと思うんですけども、たくさん作る場合すぐ切れてしまうことが多いんですよね。私の場合はこの成形カンナ、カンナ1本で削ってしまうことが多いです。これは帯鉄から作れますが、1本100円ぐらいですね。しかも折り曲げていけば結構無限に使えてしまうので、1本で10年ぐらいは使えると思います。もちろんあのベラですねを使って削ることもありますよ。細かいところはああいうのを使いますけれども、これぐらいの幅ならカンナ1本で削ってしまった方がいいと思います。またそういう練習も必要だと思いますよ。はい、この間ずっとしっかり左手の親指で押さえてますよね。よく芯がずれてしまうとか、作品が飛んでいってしまうような人は、ここが押さえつけが足りない、もしくはシッタの形が悪いということになります。シッタと作品の食いつきが悪いとずれてしまいますし、親指の押さえが悪いと飛んでいってしまうことになります。その辺の力加減は経験ですので、しっかり何度も何度も何個も何個も削ってみてください。はい、中心部分高台の形が完成しました。これぐらいの高台ならカンナ1本でやってくださいね。はい、完成です。じゃあ最後にサインをしてひっくり返してみましょう。この時ちょっとくっついてますので慎重に取ってくださいね。内側に少しシッタの跡が残りますが、乾いてからスポンジ等でこすって取りますね。はい、いかがだったでしょうか。高台削りは芯が出なかったり、少し最初のうちはイライラすると思いますが、頑張ってみてください。以上です。このチャンネルでは陶芸に関する動画をどんどん制作していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。
またいいねボタン、コメントの方も随時募集しております。よろしくお願いします。